勝ちましたドラゴンズ与田剛監督のインタビューです。今シーズン初の連勝となりました。今の気持ちから聞かせてください。本当に選手よく頑張ってくれました。まあ、なんとかピンチもありましたけどもね、勝ててよかったと思います。まずはピッチャー陣、先発の山本投手は6回2失点でした。どう評価されますか？非常に力のあるまっすぐと大胆に攻めていくという形が非常に良かったと思いますね。昨日の柳投手もそうですが、積極的にインコースをついていた印象がありますが、そのあたりはいかがですか？そこは前回うまくいかなかったところでもあるので、なんとか反省をした中でね、そこが今回はうまくいったんじゃないかなと思ってます。その後は福投手、祖父江投手、岡田投手とつなぎました。まあ、点差が3点4点あったとしてもですね、なかなか安心できるような場面でもありませんでしたので、本当にいいリズムでね、リリーフが投げてくれたと思います。攻撃では4回キャプテンが同点打、大きいタイムリーになりました。非常にいいタイミングで点を取ってくれましたし、まあ、相手のミスにも助けられたところがありましたし、まあ、今日は本当に運が良かったのかなと思いますけどね。5回も平田選手、そしてビシエド選手にもタイムリーが生まれました。いい打線のつながりがありました。平田は昨日もいいところでフォアボールを選んで、やっぱりボールがよく見え始めてきたのかなという印象があるんですけども、まあ、少しずつ調子が上がってきたのでね、このままいってほしいと思います。連勝になりました。投打もうまく噛み合い始めたと思うんですが、そのあたり監督として手応えはいかがですか？まだまだこうたくさんね、勝ち越しをしていかなければいけないところなんですけども、まあ、今シーズンの戦い方というのが延長10回までという中で、毎試合毎試合非常に難しい場面が多いんですけども、まあ、いろんな意味で選手の頑張りでね、ここまで勝ちも続いてきましたし、安心はできませんけども、どんどん勝っていきたいと思います。明日に向けて一言お願いします。まあ、選手も非常にいい状態で連勝しましたから、気分もいいと思うので、油断せず、タイガース打線も非常に強いところはいっぱいありますからね、油断せず戦っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、勝ちました中日ドラゴンズ与田剛監督のインタビューでした。ありがとうございました。放送席ヒーローインタビューです。今日のヒーローは山本投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今季初勝利です。今の気持ちから聞かせてください。まあ、前回負けてしまったので、まあ、今日は絶対勝つぞっていう気持ちでマウンドに上がりました。150キロを今日も計測しました。ストレートの走りは自分ではいかがでしたか？そうですね、今シーズン入ってからすごくいい状態が続いているので、まあ、一つ、まあ、球速っていうのは自分の中で目安だと思っているので、まあ、それが出たのはすごい嬉しいです。6回2失点でした。ご自身のピッチング振り返ってください。そうですね、まあ、ちょっと6イニング目にバタバタしてしまって、まあ、自分の中では6回で降りてしまったっていう思いのが強いんですけど、まあ、なんとかキャッチャーの木下さんをはじめ野手の皆さんに引っ張ってもらって、まあ、本当に、まあ、6回ですけど投げ切れてよかったかなと思います。4回は満塁のピンチがありました。あの場面はどんな心境だったんですか？まあ、とにかくゼロで抑えるぞっていう、まあ、強い気持ちというか、まあ、ここでもう一つギアを上げて、まあ、しっかりゼロでベンチに帰るんだっていう思いを持って投げました。今シーズンの1勝目を挙げました。これについてはいかがですか？まあ、まだ、まあ、自分の目標は2桁勝利なので、まあ、まだまだこれから先シーズンが始まったばかりなので、まず一つ第一歩を踏み出せたかなというふうには思います。次に向けてのピッチング、どんなピッチングを見せたいですか？まあ、今日は、まあ、少し自分の、まあ、心の弱さとか、まあ、収穫もあったんですけど、まあ、まだ反省するべきところもあるので、まあ、そういうところをしっかり反省して、まあ、次の試合もしっかりチームの勝利に貢献できるようにまた準備していきたいと思います。まだ観客がない状態で続いていますが、ファンに向けて最後メッセージをお願いします。まあ、観客の方を直接見ることは自分たちもできないんですけど、まあ、すごく、まあ、励みになっているというか、まあ、応援のその熱気とかは多少はすごい感じるというか、まあ、そういうものがあるので、まあ、まだまだシーズン始まったばっかりですけど、それ1年間しっかり優勝に向けて頑張るので応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日のヒーロー山本投手でした。ありがとうございました。